広島、勝ちで過去一やばい9回9失点の最悪の崩壊。2点リードの広島9回栗林、死球、おや、死球。助けてわ、どこ投げとんじゃおら。ゲッツーゲッツーゲッツー頼む。あかん林、ヒット、ノーアウトマンデー。わ、おい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 。いやあ、栗林まで負けたくなったのか。押し出し死球、1点差。アホ。何が起こってんの。うせやろ。もう無理やろこれ。栗林のことか。同点。はははは、笑わせてくれる。もう終わりだな。新井が諦めたのが一番辛いです。もうダメだわ。そしてまた死球を出しそうな栗林。さすがに帰ろよ。押し出し、逆転されました。わよ帰ろ、もう手遅れだけど。来季年俸5円な。巨人優勝カープ B クラスが決定した試合。栗林に家族すぎるわ。やっと交代。遅いわ新井。どうしたんだ栗林。4点ね。おう。5点ね。アドウは切れていいぞ。まだノーアウトです。1アウト。7点ね。まるでドジャース。森浦くん綺麗に掃除しててくさ。2アウト。交代して9点ね。何してんねん。終了。9回に9点。負け。お、終わった。血にゴン大丸ちょうだい。オメガ。今シーズンで一番面白い試合だや、今世紀で一番面白いかも。ここ1ヶ月で監督の評価も急落した。内野補強拒否した頃あたりからか。正直4位まで落ちてほしいわ。新井のふざけた選手起用と補強する気のないふざけた球団、こんなチームが勝ったらあかんわ。悔しくて今夜眠れないかもしれん。栗林は魔が差したな。死球は9イニングに換算して2、5個。死球は1年に1つ考えられない乱調。田中康介、俺に任せろ。もうこのまま10連敗しても何も驚かんわ。しなやくだけど残り4試合差し上げますので優勝してください。